阪神は同点の9回、ワンアウト満塁で得点圏打率4割超えの新井涼太。ここは中日2番手又吉が踏ん張ると流れは一転し、その裏チャンスで谷繁監督は自らに代打小笠原を送ります。守備がもたつく間にセカンドランナー和田が一気にホームへ。タッチアウトとなりますが、勝利への執念を見せると、ツーアウト満塁となり荒木、頼れるベテランのサヨナラタイムリーで中日はロッカードぶりの勝ち越しです。